get ready. 雑談です。空手です。ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、水道橋明石さんのザ・テレテレビジョンというニコ生の配信、 YouTube でもやっておりますが、それに行っておりましたが、その前にね、一本映画を見てるんですが、これがね、今話題の何でした？ドライブ・マイ・カーと同じ監督の偶然と想像というね、濱口竜介短編集3本のね、オムニバスなんです。これがね、古川琴音さんが出ていて、とても素晴らしい映画でしたんで、これについてはまた別口で語りたいと思います。本当に素晴らしかった。3本ともどれも良かったですよ、マジで。いやー、これはね、またあとね、 あの阿久津刑事も出てましたから、渋川清彦さんでしたっけ。で、これも良かったな。本当に良かったです。なので、まあこれはおいおい話しますと、あとテレテレビジョンね、マキタスポーツさん来て、今度、3月上旬ぐらいに自伝的小説というかが出るということで、それの話とか、まあおじさん話ですね。それはまた YouTube ね、日本の生の方で確認していただけると非常に面白かったので、そうですね、小説もぜひ読んでみたいと思ってますし、楽しみな小説だね、ということで、楽しみですね、と、まあ終わってからいろいろまたね、喋っておりましたが、まあ、そちらも含めてテレテレビジョンの方で、ご覧になってくださいと。で、見ましたですが、ファイトソング、これはいつやってました、火曜日の夜10時、火曜夜10時、この前は何をやってたんだっけな、もう忘れちゃったね。本当にクールが変わるごとに記憶も消えていく。忘れちゃいましたが、まあどういった話かと言いますと、まあ、空手の日本代表を目指していった、キサラ花江さんというね、清原綾さんが演じる花江さんが、まあ事故で、夢を絶たれてしまって、まあ、優勝してね、その後に絶たれてしまう、事故で、夢を破れて、まあ、無気力症候群みたいになってて、見るに見かねた朝日学園っていうね、これ児童養護施設なんですね。で、なぜそこにいるかっていうのはね、物語の後半でこう語られるというか描かれるシーンがあるんですが、まあ、そこの磯部直美さん、稲森泉さん演じる磯部直美さんが、まあ一緒に働いているというか、サンシャインクリーニングというね、クリーニング、ハウスクリーニングの、ハウスクリーニングをしている夏川慎吾さんね、これ菊池風磨さんが演じる、サンシャインクリーニングで働いてみてはどうかつって、まあね、何もしてないよりも手伝いしてきなさいみたいな感じで、そのクリーニング屋で働くんですが、まあいろいろな仕事を教えてもらいつつ、いろんなところに行って、まああるマンションにビラを配ってたりで、その後に行ったところでバケツをひっくり返してしまってね、契約してたのにそれがなくなってしまったのを、まあ、公園でこう謝ってるんですけど、しょうがないよね、来ちゃったことはしょうがないからまた次頑張ろうみたいな話をされてるところに、まあその元バンドマンで、一曲だけヒットソングがあって、
その後全然鳴かず飛ばずで、だからもう2ヶ月以内にヒットソングを出さないともうクビだよと、宣告されてしまっている、芦田春樹さんという方、間宮祥太朗さん演じる芦田春樹さんが通りかかってまあ聞いてるわけです。でそのビラ配りでもらってたチラシに運が上がるみたいなことが書いてあって、でその春樹さんのマネージャーである栗山千明さん演じる伊達由美子さんが、ね、この部屋運気悪いんじゃないのみたいなことがあったんで、ちょっとここで清掃を頼んでみようかなつって、で曲が作れなくてね、うーちくしょうつってこう暴れてコーヒーぶちまけて壁汚しちゃったりしてたんで、じゃあハウスクリーニング頼むかと言って頼んで、やってきたのがまあ花江さんで、でちょっと集中したいんで曲聴きながらやっていいですかつって、まあ掃除をしだすんですが、その聴いてる曲何ですかって聞いたらね、もうこうね、そんなうまいこといりますかって感じではありますが、その1曲だけヒットした、スタートラインという曲を聴いてて、でおもむろにねピアノでこう弾き語ると、もうねそれしか聴いてこなかった、それに励まされてずっと頑張ってきた、花江さんがこう涙を流して、ハンカチじゃ足りないと思ったからつって奥からバスタオル持ってきて、っていうところが1話で、でその最後にこの春樹もね、ちゃんと恋愛とか人のあなたの曲に感情がないからこう動かされないんだってことを言われてたんで、じゃあちょっと付き合ってくれませんかってところが1話で終わるんですが、この花江さんの過去ね、なぜ養護施設にいたのかっていうのが、まあお母さんが亡くなっちゃって、これ病気なのか事故なのか分かんないですけど、お母さんが亡くなっちゃって、でお父さんがこう出て行っちゃった感じなんですね、失踪して、で誰に手を引かれてこの朝日学園に来たのか、ちょっとあれね見えなかった、お父さんが連れてきたのかどうか分かんないですけど、まあ手を引かれてやってきて、そこで空手に目覚めてね、まあその辺は最初の方に描かれるんですが、子供の頃こういじめられてて強くなりたいみたいな思いがあって、で空手道場をこう覗いてたらみんながカンパしてくれてね、道着を買ってそこで空手を習うと、で日本一を目指す、日本一になった、ところがこう事故で夢を絶たれてしまって、しかも後遺症で耳が聞こえなくなるかもしれませんよってところで、まあ無気力症候群だったんですけども、まあそうやってそう清掃の仕事をしつつ過ごす中、このずっと励まされていた曲を作ったね、その春樹さんと出会うという、まあこっからそのこの花江さんと春樹さんと、それからそのサンシャインクリーニングの、慎吾さんとの三角関係の恋物語みたいなのが始まるんですが、そこにね今度はまあ慎吾、このねサンシャインクリーニングの慎吾は花江さんのことが好きでなんとなくアタックをしてるんですが、ところがこのバーバーサッコっていうね、美容室のいる萩原凛さんね、藤原さくらさん演じる、凛さんは実はこの慎吾さんが好きで、で、でも花江さんはそのね思い出の曲好きだったバンドの春樹さんと知り合って、で、その春樹さんは恋を申し込むというかね、まあ、曲が作りたいからって、ね、でこういった複雑な関係がどう動いていくのかという、まあ、スポコンものというか、まあ、ほとんどスポーツも、ね、1話で断たれておりますから、それが今後どう、ね、空手が生きてくるのか分かりませんけども、そういった話でございまして、まあなんだろうね、僕空手はね殴り合いの方の試合だったんで、そこはね演武あるじゃないですか、あっちでやってくれた方が良かったのになと思いながらも、まあそういった空手のシーンとか
ありつつ、うんね、そういった中でにもね、あのクリーニング屋で働いてる漫才コンビを目指すっていうね、若手芸人とかねの2人の子が出てきたりとか、いろいろ仕掛けはあるんですけども、ちょっとねどうだろうな、なんだろう、こう設定はね結構なんですか、新しいというわけでもないですけども、設定は凝ってるんですけども、やってることがね結構ベタすぎるんだよなとか思いながら、こう展開が見えてしまうんで、これどうだ、ちょっと最初はね期待してたんですけどね、どうもだったな、思いのほか期待値が高かったのかな、そこをこうね1話では全く裏切ってこなかったんで、まあ、これが入り口でってことなのかな、まああんまりねこうホームドラマというかほのぼのした感じなんで、誰かが死ぬとかね、あの事故で亡くなっちゃってるお母さんがいますけども、このお父さんがどこ行ってしまったのかとかね、っていうのはちょっと気になりますよね。で相関図を見ると、担当医のね橋本潤さん演じる石立、ま、なんて読むんだ、あさんが出てたり、これ今後その担当医って意味あんのかな、どうなの、でも相関図に出てるんで何かしら関係があるのかなとかも思いながら、どういう展開になっていくのかというか、まあでもここのね、こういう物語が描かれていくんだろうなとは思うんですけども、期待してたよりもちょっと超えてこなかったですね。ただ曲作る、まあその2ヶ月というねタイムリミットを設けられて、じゃあ曲ができるのかっていうところと、そうですね、その恋を申し込んで、それがどう発展していくのか、そこにね、慎吾はどう絡んでくるのか、っていうところなんでしょうかね。ちょっと思ってたよりもいまいちだったんで、まあ2話以降ちょっと期待を、まだも、まあ、出てる役者さんはね、素晴らしい方ばっかりなんで、もうちょっとこう引きつける要素が薄かったかなっていう印象で、まあその前に俺があまりにも素晴らしい映画を見すぎていたというのはありますけども、まあそんな感じで期待は薄いですけども、まあ何を期待してみたらいいんだろうかって感じはね、曲がね、Perfumeの曲だったりってね、そこら辺は引っかかるんですけども、ドラマ自体の引きはちょっと薄かったな、正直言って。まああんまり僕文句言う方ではないんですけども、これはちょっと本当にね、設定がいいだけにもったいなかったなって感じはするんですよね。で空手が生きてくんのかっつったらね、あんまりそんな感じがしないんだよな。だからね、オリンピックでちょっと空手が話題になったから、じゃあスポーツ何にやらせようかってところで空手でいいんじゃねえかみたいな、その辺がちょっと見えすぎてんだよなっていうのはちょっと実際感じましたね。そこはだって一人でやれるスポーツだったら別に何でもよかったんじゃねえのかとか、卓球でもさ、バドミントンでも、ああよかったんじゃないのか、それこそスケボーはこれちょっとね、難しいかね、身長的にこう体型的にね、スケボーっていう感じではなかったから、ね、そこスポーツなぜ空手を選んだのかっていうのもありますけども、と思いながら見ておりました。ファイトソング、TVerでね、そんなにひどいね、響かなかったドラマなのかね、そういうところを確認していただければと思います。TVer見逃し配信やっております。あと、このチャンネルの登録と高評価もよろしく、あ、これ言っとこうかね、これ今度空手かね、あったでしょ、空手家というファミコンゲームが、お辞儀してね後ろに下がってったら死んでしまうというね、
それぐらいのことはやってほしかったですね。あの空手の試合でも、まあ、優勝してるんですけどね。であと事故のシーンがね、まあ、急に倒れてるだけでどんなあの倒れ方どういう事故だったのかがねよくわかんないですよね。まあ交通事故ではあるんだろうとは思うんですけど、こうなんかもう道でただ倒れてるところに来て、そこは多分何にもないと思うんですよね。誰に引き逃げされたのかとかね、というのは、あれはなんか引っかかっちゃうんだよな。後々なんか生きてくるのかわかんないですけど、その犯人が実は元バンドのメンバーであったとかね、そういうなんか好きになりたいけど好きになれないみたいな、なんかそういう仕掛けがあればいいんですけどね。これなんか なさそうなんだよなっていうのは、ちょっと引きが弱いかなって本当に正直思っちゃいましたが、まあ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は辛口でした。辛い辛い辛い。